はい、哲也です。今日はね、ブリンケン剛腕、米中初対話で激闘モードというテーマでお話してみたいと思います。ご承知の通り、昨日からアラスカ州のアンカレッジで米中ハイレベル対話が行われていますね。米国側からは米政界のアラン・ドロンことアントニー・ブリンケン国務長官とジェイク・サリバン国家安全保障担当補佐官が、そして中国側からは楊潔チ共産党中央政治局委員とみんな大好き王毅外相がこの対話に参加しています。以前からバイデン政権になったらトランプ政権の頃のような対中強硬姿勢は徐々に影を潜め、米中両国に雪解けの兆しが現れるのではないかと見られていました。そう、特に去年ね、ワシントンポスト紙がバイデンさんの息子のあずさ2号絡みのことで中国に弱みを握られているという情報を流して以来、トランプさんからバイデン氏への政権移行後は完全な対中弱腰外交に転じるだろうってね。しかし何の何の、今回の初対話は初っ端から激しい言葉の応酬で始まりました。これには僕も正直ね、非常に意外な感じがしましたよね。僕は両陣営のトップ同士、つまり米国側はブリンケン氏、中国側は楊潔チ氏が、まあ冒頭に挨拶するシーンを、まあ、動画で見ていたんですけどね、結構激しいやり取りをしていましたよね。というか、もともとこのようなスタートになることは事前にほぼ予想されてはいたんですけどね。なぜなら米国側がこの対話の前日3月17日に CCP の幹部24人を制裁すると発表していたからです。今回の制裁の厳しいところは、制裁対象となった個人だけではなく、その取引銀行等の金融機関までもが米国政府から制裁を受けるという点にあります。主な制裁理由は、制裁対象者が香港における選挙制度を改変して民主派の人々を非愛国者扱いにし、香港議会の選挙への立候補をあらかじめさせないようにするという暴挙に、まあ、加担したということなんですね。それにより、かつて中国が国際社会で約束していた一国二制度はほぼ完全に崩壊しました。昨日もご紹介したように、今回の制裁発表について米連邦議会の超党派の議員で構成する CECC のメンバーはこう指摘しました。このタイミングでの制裁の発表は、米国が中国政府に責任を果たすよう真剣に求めているということを伝える明確なシグナルになるとね。そして実際その通りになりましたよね。ところで、米国が会議前日までに決めたことはそれだけではありません。 FCC が中国系の通信事業者2社に対して事業免許を取り消したり、米商務省が米国の国家安全保障上の懸念をめぐる調査を進めるために複数の中国系 IT 企業に召喚状を出したりしました。普通なら会議が円満に進むことを願って、こうした強硬措置を特に会議直前に取るというのは外交儀礼上極めて異例のことなんですけどね。米国側はそうした外交儀礼を度外視してでも、あえてガツンと相手の鼻柱をへし折るような戦略を取ったようです。まあ世界広しといえどもね、今の中国に対してこんなことができるのは米国を置いて他にはありません。中国側はこうした米国による外交儀礼に反する措置については、まさに我々を見下すのか、失礼だろうって批判していたようですけどね。米国としては、外交儀礼よりも何よりもあえて毅然たる姿勢を前面に打ち出して対話を米国優位の状態で進めたい、そしてひいては中国側に強い反省と改善を促したいということなんでしょうね。それでもブリンケン国務長官はあんなほら上品な紳士じゃないですか。ですからね、新疆ウイグル問題等の最も敏感な問題についてはね、後々じっくり議論するのかと思っていたんですけれども、なんと冒頭の挨拶でいきなりこう切り出しました。新疆ウイグル自治区、香港、台湾で起こっていること、米国に対するサイバー攻撃、我々の同盟国に対する経済的威圧など、
中国の振る舞いについて深く懸念しているということについて議論しようと思う。中国のこうした振る舞いの一つ一つが世界の安定性を維持するためのルールに基づく秩序を脅かすものだとね。ブリンケンって結構すごくないですか。いきなりかましましたよ。茂木外相見てましたか。ブリンケンさんはシェイシェイとか言わず、開口一番相手の一番触れてほしくないところをド直球でついてきたということですよね。しかもこのシーンはマスコミにも公開されている部分なので世界中に大々的に放映されましたよね。まあ中国としてもたまったものではなかったんでしょう。まあサリバン補佐官もね、我々は中国との対立を望んではいなかったが、我々の原理原則や友人たちを守るために立ち上がると言ってくれたそうです。しかしね、ここまではっきり言われるとね、中国側の大将である楊潔チ氏も黙ってはいられません。なんと冒頭ほんの数分程度の話を互いにすることになっていたのに、その約束を破り、なんと15分間も延々と反論を展開したというんですね。まあ、具体的には、米国にはそんなことを言う資格すらない。2、30年前には中国人をどう扱ってきたのかとか、米国こそ人権侵害が最悪の状態にあり、黒人が次々と殺されてるじゃないかとか、米国は国家安全保障の概念を歪め、中国を攻撃するよう他国を扇動しているとかね。まあそれ以外にもいろんなことを並べ立てていましたけれども、要は米国を罵る言葉のオンパレード。中国側は実質的な話よりも米国と勇ましく戦っている姿を演出し、いわば習近平国家主席をはじめ中国の国内受けを狙ったパフォーマンスに徹していたようにも見えますよね。当日の会議の様子に関して言うと、普通双方において数分間のやり取りが一旦終了したら以後報道陣はシャットアウトされるものなんですけどね、なんとブリンケン氏は楊潔チ氏の長々とした対米批判の後、米国側からの反論があるからと退出し始めた報道陣をわざわざ呼び戻して報道を続けさせたんですよ。ブリンケンさんって結構剛腕なところがあるんですね。その後中国側もですね、さらに再反論を聞かせるためか報道陣をその場に留めさせたので、結局報道陣は1時間以上もの間会議室に留まり取材報道することになったんですね。これは極めて異例のことです。まあブリンケン氏も楊潔チ氏も共にちょっとエキサイトしていたように見えましたけどね、特に楊潔チ氏には時々かなりこの動きを荒げるようなシーンが見られたんですね。こうした中国側の態度について、僕の敬愛する中国人の心情に詳しい関平氏は次のような興味深い内容のツイートをしています。会談冒頭からの楊潔チのヤクザ顔負けの恫喝的横暴な態度を見て、私はむしろ大いに安心した。テレビカメラの前でアメリカ合衆国を公然と恫喝威嚇すると、バイデン政権は中国に譲歩しようとしてもしばらくできなくなった。楊さんはグッジョブだ、頑張れるのだとね。確かに関平氏ご指摘の通りね、中国の傲慢な態度はむしろ米国の国民や政治家、そして特にねバイデン政権全体に警鐘を鳴らす役割を果たしたと言えそうですね。その意味ではやっぱり楊潔チさんグッジョブですよね。それにしても中国側になんか強い焦りのようなものを感じませんでしたか。焦りといえばね、この対話をどう位置づけるかという点でも両陣営に食い違いが生じています。中国側はこの対話をいわゆる戦略的対話と位置づけるよう主張しています。戦略的対話とは、長期的には両国のウィンウィン関係を目指して一定の折り合いがつくまで何度も続けるような対話方式。中国側は現状に相当な危機感を感じていて非常に焦っているんでね、どうしても戦略的対話にしてほしかったんでしょうね。しかしブリンケン氏はそうした要求に対してきっぱりノーと拒否しました。あくまでも今回の対話は戦略的対話ではなくワンオフセッションだとね、それは成果が出なければそれはそれでいいと突き放すということを意味するんです。ただ一つ気がかりなのは、バイデン政権ではまだ
対中政策がしっかりと固まっていないように思えることです。例えば経済面において対中関税をこれからどうするのか、当面このまま維持するのか、いつか下げるにしてもいつどのような条件で下げるのか、あるいは関税以外の制裁、例えば先端技術に関する制限や制裁を緩めるのか緩めないのか、また中国が態度を改めない場合にそれら以外にどのような有効策を持っているのか、そして最終的な落としどころはどこにあるのかなどなど、バイデン政権の対中戦略には曖昧な部分がまだまだかなり多いような気がします。いずれにしても今日も米中ハイレベル対話は続きます。今後の動きを引き続き追っていき、何か気になる点があればまたこのチャンネルでご紹介していきたいと思います。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。 Good luck。 目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。